オープニングは。オープニングはない。待って待って待って、ちょっと待って。ちょっと待って、骨とか折れたら、マジ。もう OK。もう、そしたらもうお互い骨折るからな。はじめ社長の、しょうもない実験コーナー。こんにちは、ドクターはじめだ。今日用意するのはこちら。えい、えい、まず用意するのはこちら、つかめる水です。一時期結構なんか話題になったと思うんですけども、水がつかめるというものでございます。実際にもう手でこうやって水自体をつかめるっていう、まあこれどうやってこの水がつかめれてるのかって言いますと、わかりません。続いてはこちら、ウルトラエバードライ。これもねなんか結構使われてたんですけども、何かと言いますと、水を完全に弾くようになるらしいでございます。え、すごいな。完全に水を弾くスプレー、これは。これがかかると基本的にもう全く水が入らなくなるらしいです。掴める水をそのまま多分水とかにこう落としてもそのまま沈んでいくんですよ、水だから。なんですけども、もしこの掴める水にウルトラエバードライ全部かけて、完全防水された水を水の上に置くと果たしてどうなるのかっていう実験でございます。あり、すごくない？だってさ、普通に考えて水の弾く水だよ。ひょっとしたら水の上で水が踊るかもしれないっていう。混ざることであろう2つの物質が混ざらないとき、果たしてどのようなことが起きるのかという実験でございます。今回要するにやりたいことちょっと複雑なんですけども、水を弾く掴める水を作って、その水を弾く掴める水を水の上に置くとどうなるのかという実験でございます。やることが高度になってきたぞ。掴める水をひとまず作っていきましょう。まずアルギン酸水を作ろうって。え、まずペットボトル、ぬるま湯入れなきゃ。泣いたわ泣いたわ。まあ、蓋を閉めて溶けるまで振ります。大体10分。10分？ 10 分も振んの？はい、白くなったので、これで20分ほど放置すると透明になれるらしいです。顔どれぐらい入れればいいの？気持ちでいい？でかめで作りたかったらでかく。でかく作りたいんだよな。え、すごい、もうこれもういけそうなんです。え、でかく作りましたよ。もっといく？こぼれるくらい入れたるわ、もう。これよ！待って、怖い怖い、ゆっくり入れるね。え、待って、浮いてきてるよって。浮いてきてるよって。なになになに、これどうすればいい、どうすればいい。外れて、よしいいんじゃね、これ。ほら、もう完全にほら、クラゲ。あ、カルシウム水に長くつけておくと硬くなってくるらしい。あ、なるほど。もういいんじゃない。でもほら、やばい、来てる。はい、完成でーす。こんな感じで、ひとまずつかめる水は完成しました。はい、というわけでつかめる水が準備できたので、今からこのつかめる水にウルトラエバードライで完全防水をしていきます。そうすることによって、このつかめる水は完全防水された水になってしまいますので、完全防水になった水を水の上に乗せるの果たしてどうなるのか試してみようと思います。よいしょと、ウルトラエバードライかけていきます。音やばくね。これでこれが乾燥した後にこっちをかけます。よし。はい、というわけで、無事コーティングができたんですけども、これもうアウトじゃない？実際割れたのかな。なんか、うわ、やばい、もう割れ、中身がないけど、ひとまずこれはコーティングされてるんで、掴める水には変わりないよ。これが受けば成功ですから、早くお車に。はいじゃ、まずコーティングしてないバージョンから。コーティングしてないバージョン入れると、まあ、もう同じ水なんで沈んでいっちゃいますね。水に沈んじゃいます。次は防水のコーティングしてるやつですから、これで浮けばっていうか、なんか弾いてれば、今回の実況は成功という。じゃあ行きます。3、2、1。じゃあ行きます。はい、最後まで飛び込んでもらっていい？いいや、もう。